ポーランドで行われた2012、2013パブリックドメインの日の英語バンド語パブリックドメインの日とは著作権の保護期間が自動的に終了しパブリックドメインになった著作物を祝う記念日で通常各国の著作権法に基づくパブリックドメイン化という著作権のある作品の法的扱いが変化する1月1日に設定されているパブリックドメインの日は 当初非公式で2004年にカナダのパブリックドメイン活動家ウォレス・マクリーンが最初に提唱しローレンス・レッシグがこの考えを支持し広めたパブリックドメインの日のウェブサイトにはパブリックドメインになった作者の著作物がリストとして掲載されているパブリックドメインの日の名のもとにいくつかの団体が世界の国々で活動している 著作権保護期間は通常作者の寿命が考慮され死後一定の年数を経て算出される。多くの管轄では通常作者の死後70年の経過を基準としている。その後それらの作者の作品を全員が事前許可なしでどんな目的であっても使用できるようになる。法的にパブリックドメインが有効になるのは元日からであるため例として70年経過を適用している。 国の場合1936年に死去した作家の作品は2007年1月1日をもってパブリックドメインとなっている。パブリックドメインの適用は管轄によって変化するため著作物のパブリックドメインへの移行は全世界で行われるわけではない。例外が顕著なのがアメリカ合衆国で2019年まで自動的にパブリックドメインになる著作物が生まれることがない。 オーストラリアの著作権制度もさらに厳しく2026年までパブリックドメインになる著作物はない。欧州のほとんどの国やカナダ、ニュージーランドではパブリックドメインになる様々な作品が見受けられる。過去数十年のより多くの作品は著作権保護の延長が数回発生しない限りパブリックドメインになっていくとされる。2010年のパブリック、2011年は イサーク・バーベリ、バルター・ベンヤミン、ジョン・バカン、ミハイル・ブルガコフ、カイ・スコット・フィッツ・ジェラルド、エマ・ゴールドマン、パウル・クレー、セルマ・ラー・ゲル・レーブ、レフトロツキー、ビート・ボルテラ、ナサニエル・ウエストなどの作品のパブリックドメイン化が祝された。ポーランドでのパブリックドメインの日、セレブレーションパブリックドメインの日が挙行され始めた時期ははっきりとしないが、近年は、 プロジェクトグーテンベルグによって提唱されクリエイティブ、コモンズが促進している。パブリックドメインの日のイベントは、ポーランド、ドイツ、イタリア、イスラエルにて、様々な機関で行われている。2011年1月の2011年パブリックドメインの日での一環として、オープンナレッジ財団は、ザ・パブリックドメインレビューというパブリックドメインになった著作物のレビューサイトを立ち上げた。 2012年1月、ワルシャワでセレブレーションが発表され、フリーカルチャー NGO 団体やその支援者による数年にわたるその日の様々な活動が初めてクラクフで開催される。他の2012年のイベントは以下の通り、ありがとうございます。